いろんな狙い方があります。でミノーでね釣りたいんだっていう人はそれにこだわってもらっても全然構いません。あとトップで釣りたいよっていう人はそのトップウォーターにこだわってもらっても構わないですけど、臨機応変にした方が、手数があった方が楽しめます。いろいろ持ってきた中でこのメタルジグ、ちょっとねどうしようかな、ちょっと派手に分かるようにちょっと金色系使ってみましょうか。よっと、よいしょ、手つけたら、だいたいねメッキ釣りにね使うのは3グラムから10グラムぐらい、12グラムとかかな、それぐらいのがおすすめです。ちょっとねちっちゃい方がいいです。食べてる餌がねちっちゃい魚にもアピールできます。だいたいこれくらいですね。これはねあのタングステンのジグなのでこれで5グラムあります。なのでかなり飛びます。これちょっと広く探ってみましょう。基本的に釣り方は一緒です。遠くに投げてもらって、そこを通ってスーッと、でもねミノーなんかよりねそこが取りやすいです。だからそのボトムをね取りにくい人は、あもうとつきました、この小型のメタルジグの方がいいかもしれない。でこうちょん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 って引いたらまたボトムとスーよいしょ。そしたらもう一つの底の取り方、こう糸を張って竿先を見てるっていうこともいいです。そうするとこのねキラ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 沈んでいくときにね当たるときもあります。ちょん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 ってこう巻いて、そしてこうこのね竿先がねポンと返ったら着底です。はい、今着底です。もう一回やってみましょうか。スッ、これ着底です。メタルジグはね結構こういうあの底の取り方できますね。じゃあこの一頭で釣れなかったら上流行ってみましょう。もうでもこれがピタッと止まるんでメタルジグが本当分かりやすいです。はい、止まりました。ちょん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 、はい、とー、来たよー来たよやっぱボトムの方回ってんだね。よいしょ、はい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 、楽しいです。この曲がりやっぱねあのミノーでは届ききらないところでヒットしましたね。おい、この子もやっぱ浪人、群れがいるとねついてくるんですけどね。おっ、オートリリース素晴らしい、メタルジグ編釣れます、気持ちいい。ちょっとここ広いんでこの辺でやらせてもらいましょうかね。よし、よっこいしょ。うん、でも本当にあれだけ元気なのがいるのにバシャってこう水を切るようなバシャってこう追っかけてるやつは見えないですね。やっぱボトム中心に狙ってったのは狙うのは正解かもしれないですね。チュン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 。楽しいペースだ。バカバカ釣れるのも楽しいんですけどもね、こうやって拾ってく釣りっていうのはうんと楽しいです。それでなるべくボトムについたらすぐしゃくり始めてください。目がいい魚なんですけど、こう落ちてくものにこう興味を示して寄ってきて、あの動きが変わる瞬間にボンってかかりやすいです。それでボトムにつけてこう長く置いてると興味を示さなくなっちゃうんで、常に動かしてやってもらえるといいと思います。あと一頭ちょっと下流に向かって投げて、ダメだったらちょっと色を変えてみましょう。そしてまたそれでちょっと探ってダメだったらまたミノーに戻すみたいな流れでいいと思います。やっと、おー、ボラがジャンプ、スーッ、
スーッスーッ、はい止まった。はい、スーッスーッ、はい止まった。うん、よし、それではちょっとシルバー系に変えてみましょう。はい、でもやっぱりあれですね、下げ潮ですね、こう大きなそのおお釣れそうっていうような、そういうよれはそこまで出てない気はします。広く探るのよって、はい着きました。あ、来た。いや気持ちいい。やっぱ上流にもいますね。いやでもやっぱボトム取って巻き上げてすぐでしたね。当たり方が大きいから、これもあれかな。でも見てみないと分かんないね、メッキちゃん。おおおおお、引くよ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 、ほい。おお、やっぱ浪人味だ。メタルジグ編釣れました。すごいな、気持ちいい。まあでもサイズは良くなってますね。9月後半ぐらいから狙わせてもらったんですけどね、これの半分ぐらいの子が多かったんですけど、20センチ前後になってきました。ごめんね、元気だよ。ういはい、メタルジグ編釣れました。やっぱシルバー系がいいのかな。綺麗です。なんて綺麗な魚なんですか、あなたは。すごいメッキだよ、本当に。ありがとうね。ギュ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 言っております。ありがとう。ごめんね。おー、かっこいい。早っ。いい感じですね。色変えて連れてくれて。よし、ここちょっとあれですね、メタルジグでここやってみてダメだったらミノーとかに変えて狙ってきます。下りながらね。着いた。よしと、やっぱいたよ。上にもいるよ。でもやっぱほんと単発。違うメッキだと面白いけどな。どうかな。あ、でもやっぱ浪人味だ。あ、違う違う違う、これ浪人じゃない、浪人じゃない、これ南銀亀味とかっていうやつじゃないかな。あとは鬼平なんていう可能性もある。お、違うの来たよ。なかなかね、こう幼魚のね、あのこう種類当てっていうのは難しいんですけどね。でもやっぱ浪人味と違いますね。ちょっと体型が細いで、目がちっちゃい。綺麗です。同じ子ですね。やった。はい、ありがとうでございますね。はい、とりあえず上まで来ました。こんな感じでね、狙っていけばいいと思います。基本的にはミノー。
シンキングミノーですね、まあ、フローティングミノーでもいいです。あの水面でバシャバシャやってるような時、例えばこう引っ張ってきてこのラインの継ぎ目とかにパシャンって出る時あります。そういう時はもう全然フローティングミノーでも大丈夫です。でもあのシンキングミノーの方がボトム付近とかいろいろ表面ももちろん狙えます。でスローな釣りよりも速い釣りなので、あのフローティングミノーは、ね、こうゆっくり巻いたりして使えるんですけど、あまりそういう釣り方っていうのはあまりしないので、あのシンキングミノー、あとはこういうちっちゃいメタルジグなんかを用意しとけば大丈夫です。はい、あといろいろ他釣り方あります。ジグヘッドリグとかね、あとはこうダート系のプラグだったりとかいろんなものありますけど、その辺は自分が用意できるのであれば用意しとくと手数が増えます。はい、楽しい。